記録の停滞期を乗り切るための考え方。どうもこんにちは、川瀬です。今日はね、ご質問をいただいたのでお答えしていきたいと思います。今日のご質問はですね、記録が停滞しているのでその乗り越え方や考え方を教えてくださいということでご質問をいただきました。ありがとうございます。見ていただいている皆さんもどこかでね、こう記録が伸び悩むような時期とかね、あるんじゃないかなと思います。今ね、まさにそういうお悩みの人もいるんじゃないかなと思うんですけども、でね、僕も実際ですね、大学生の時ですね、記録の停滞というかすごい大きな不調に見舞われました。ちょっとその内容は後でお話しますけども、でそこからですね、社会人になって自己ベストをね、何度も更新するんですけども、まあ、その不調できた要因ですとか経験からですね、今回ねお話しさせていただくんですけども、プラスアルファですね、スポーツ心理学ですね、スランプやそういった停滞ですね、記録の停滞から復活するためのエビデンスにね基づいたスポーツ心理学のところも踏まえて今回はお話をできたらと思います。なのでね、今記録の停滞に苦しんでいる方、ちょっと不調気味、スランプ気味だっていう方、ぜひねちょっと見ていただいてヒントにしてもらえればなと思います。いくつか方法をお話しするんですけども、その中でどれかが、あ、これなら自分やってみれるとか、これなるほどなと思うところをですね、試しにやってみるっていうのが一番大事かなと思います。実行できそうなところを一つでも見つけてもらえばなと思います。じゃあまず今、停滞とか不調とかいろんな言葉使ってきましたけども、停滞と不調の違い皆さんわかりますかね。今実際に記録が伸び悩んでいる方、特徴として、そう、今どっちかわからないよ、停滞しているのかな、あるいは不調なのかな、どっちかわからないよってことが多いんじゃないかなと思います。実際僕もそうでしたね。じゃあまず停滞ですね、これはいわゆるプラトー現象というものですね。皆さんもね、聞いたことあるんじゃないかなと思います。プラトーというのはですね、高原という意味ですね。高いという字に原っぱの原と書いて高原ですね。これはですね、実際成長のこう曲線ありますよね。こうずっとね、伸びていけばいいんですけども、必ずどこかで一度停滞するところがあるよと。なので成長していくにあたってですね、必要な現象なんですね。で、必ず誰もが起こり得るものです。もちろんスポーツのところだけじゃなくて勉強でもそうですし、例えば会社勤めの方だったらちょっと営業成績がどこかで停滞するとかね、とにかく成長段階にあって必ず現れるような現象になります。なので高原という意味があると言いましたけども、山をね、こう登ってきて、で一度こう高原なので高いところで滞落なる場所があると。で、そこを進んでいってですね、また頂を目指すところにたどり着くというところですね。で、ここをね、うまく抜け出せないっていうパターンはですね、今ね、高原を歩いているにもかかわらず、もうここが山頂だと思っちゃうんですね。で、これ見極めるものとしてですね、記録が大幅に減少するのではなく、ある程度のところでキープする。これ、どちらかというとプラトー現象かなと思います。ちょっとまずね、記録の上がり下がりでね、ここを判断していければと思います。じゃあ次、不調ですね。不調。これいわゆるスランプですよね。もう嫌な言葉ですよね。これはですね、ある感覚のズレですね。ここにか、まあズレに対しては何か要因があったかもしれません。怪我だったりとか、いろいろね、要因があるかなと思います。この一つのズレからですね、そのズレたままですね、反復ですね。トレーニングを反復反復させることによってですね、これ心身ともにドツボにはまっていくような状態ですね。トレーニングというのは反復ですね、いい動きを反復反復してどんどんとね、記録を向上させていくものなんですけども、これ逆になりますよね。ずれた感覚のまま反復させちゃっているので、もちろん記録はどんどんと停滞どころか下がっていく一方っていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。これスランプですね。で、しかもですね、この感覚のズレっていうのに自分が気づいていない状態ですね。このスランプの見分け方としてはですね、原因がわからない、なぜかわかんないけど記録ばっか下がってるよっていう方は、このスランプかなと思います。で、まずね、このプラトーとスランプ2つ紹介しましたけども、ご自分がね、どちらかなっていうのはしっかりと把握してください。ここ大事です。で、今思い返してみると、僕の大学生時代に戻りますけども、これはね、スランプですね。高校生の時にですね、インターハイ5番になるんですけども、47秒61っていうタイムを出して5番に入ります。高3の冬もですね、しっかりトレーニングできたので、大学1年生の初戦で同じぐらいのタイムで走ります。で、その後もですね、練習では自己ベストを連発して、すごいね、大学でもしっかりと成長できるなっていうのを実感できていたんですけども、6月に肉離れをします。結構大きな肉離れです。ちゃんとね、練習に復帰できるようになるまでに3ヶ月は要しましたね。ここからですね、感覚のズレがあるわけですね。で、そこに気づかずにですね、どんどんと練習をしていくような形になります。で、結果ですね、僕のタイムどんなだかというと、47秒だったタイムが50秒ぐらいまで下がります。で、どれぐらいの期間かというと、大学の3年生まで、
なんで、およそ2年間ですね、もう自己ベストはおろかですね、自分の高校2年生だった頃よりももっと遅いタイムで走るようなことになります。かなり長期化したわけですね。で、これなぜドツボにハマっていくかっていうところを見ていきたいですね。で、今の僕が当時の僕に声をかけれることすごい今思うとね、いっぱいあります。ただね、やっぱ当時こういった不調に陥っている方っていうのは、このうまくね、聞けなくもなるんですね。それは違う、これも違うとね、いう形でですね、僕も当時自分の恩師の先生に、あと大学のコーチの先生にも多くのアドバイスをいただいたんですけどもね、そこをうまく聞き入れればよかったかなと思うんですけど、まあ、それができなかったですよね。で、僕のスランプの原因を今分析してみるとですね、まずその感覚のズレっていうところ、主観的に判断してしまっていたっていうところですね。それって動きとして本当に悪いものなのかっていうところも、根拠のない思い込みにはまっていったわけですよね。なので、主観的ではなく客観的に自分の例えば走り方を見て、そこに対して、まあ冷静にですね、自分の走りを分析する知識と度胸かな、度胸があれば長期化はしなかったかなと思います。で、僕の具体的な原因はもちろん最初に話した怪我ですね。これによりですね、体重が58キロから53キロまで落ちるので、これね、明らかな筋力不足です。なので、走っていてもですね、うまく地面に力を伝えられないので、こうなんかスカスカしたような走り。この間浮く走りの改善点という動画上げましたけども、まさにそんな感じですね。スカ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 と、してしまう。なので一歩で全然進めない。だけど足回しの感覚が残っているので、進んでないのに足だけ回っているって形ですね。だから設置に対してちょっと早いんですね。自分が進んでないのにそこの場所に設置するので、いわゆる足の流れも大きくなりますし、地面に大きな力を伝えて前の推進力に変えていく、どっちもできていないような状態になります。なので筋力も不十分な上に、こういったスキルのね、勘違いもあってですね、そのミスマッチなトレーニングがどん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 繰り返されていって、2年という間ずっとスランプに苦しむということになりました。さらにですね、メンタル面ですよね。スキルや体の面だけならまだしもですね、こうどんどんと気持ちもやられていくわけですね。ありもしないプレッシャーを感じるようになります。このプレッシャーというのはですね、こうほぼ期待に対してのギャップなんですね。誰からの期待かというと、自分からの期待です。プラス、他の人ですね、他者からの期待もあるかと思うんですけども、他者の期待には自分のバイアスがかかっているので、あの人は今の自分を見てこう思うんじゃないか、とか、高校時代ライバルだった仲間がどんどん伸びていって、そいつは自分に対してこう思うんじゃないかとか、そう聞いたわけではないのに、そうやってね、思っちゃうんですね。そうするとですね、先ほども言った通りですね、他者の意見も聞き入れられなくなるし、自分で解決策を探しているつもりでも、それがうまくいっていないってことが多いんですね。で、こうやってね、今思い返してみると、当時の自分に言いたいことっていうのはいっぱいあるんですけども、しかもね、すぐ修正できる内容かなと思います。だけどね、やっぱりね、当時の自分には届かないかなと思いますね。これはね、もうなんとか自分で切り開いていくしかないんですね。じゃあ、僕ね、そのままダメになっちゃったわけじゃないので、どうやって解決していたかっていうのをですね、スポーツ心理学も交えてですね、紹介していければと思います。今お話ししたプラトー現象とスランプですね、それぞれ3つずつ解決策を紹介していきます。で、これ僕はスランプだったからプラトー聞かなくてもいいやではなくてですね、この合計6個ですね、6個の中にあなたが取り組めるようなことがね、あるんじゃないかなと思うので、まずね、全部見てもらって、どれかね、一つでもピックアップしてやってもらえればなと思います。じゃあまず最初はプラトー現象の方からいきますね。ちょっと記録が停滞気味の方、これをやってみたらどうかなっていうところです。まず一つ目はですね、プラトー現象と自覚すること、これが大事です。成長過程で必ず必要なことですっていう話をしましたよね。人が成長していくにあたって、当たり前のことだなと思うことができればですね、心にゆとりができるわけですね。なので、まずは自分がプラトーなのかスランプなのか、しっかりと分析をしてみてください。記録が停滞している、伸び悩んでいるようなら、プラトー現象ですね。なので、そういう方は成長過程になってしょうがないこと。まずはね、そのマインドセットをね、持ってもらえるといいかなと思います。でね、このプラトー現象って成長の中で何度も来ます。高原って一箇所だけじゃないんですね。例えば、競技を始めました。中学生で競技を始めました。最初グーンと伸びますよね。で、ちょっと記録が伸び悩む時期があります。で、この期間は比較的短いです。で、また伸びますよね。高校生になって伸びました。うまくね、インターハイも入賞できました。強くなりました。で、大学生の時にまた記録が停滞すると。で、ここの停滞、のスパンと、さっきの、もう少し若い頃の停滞の期間。
想像してもらえばね、わかるかなと思うんですけど、こっちですね。こっちの方が長いんですね。熟練をしてくるほど、記録が停滞するところっていうのは長いです。ここもね、把握しておいてもらえるといいかなと思います。今自分は競技を始めてどれぐらいの年数なのかなというところも踏まえてですね、成長過程においての必要な停滞期なんだっていうのをまずは自覚をしてください。次、二つ目ですね。これは今やっているトレーニングと別のアプローチを考えてみるという方法です。で、トレーニングの方法を変えるのもいいですし、あとトレーニングの場所を変えるもいいですね。それから、いろんな人から言葉をもらう。これもいいですね。今ね、コーチの方、それから高校時代の恩師の方もいらっしゃるかもしれません。で、僕みたいに YouTube でペラペラ喋ってる人もいるかもしれません。そういった方はね、言葉をですね、もらってですね、こう自分なりにまとめてトライしてみる。そのチャレンジはとっても大事です。さっきね、プラトンのこの高原の長さの話をしましたけども、皆さん RPG ゲームとかやられたことありますかね？例えばポケモンとか、ドラクエとか、ファイナルファンタジーとかですね。あれ想像してもらうとわかるんですけども、例えばポケモンとかで、トキワの森で捕まえたピカチュウレベル3がですね、育っていくにあたって、最初は弱いレベルの相手を倒していって、経験値をもらっていって、うまくね、レベルがアップしていくと思うんですけども、レベルがアップしていくにつれて、必要な経験値ってどんどん上がっていきますよね。例えばレベルが50になったにもかかわらず、レベル5ぐらいの相手を倒している状況、いつかは上がるかもしれないけど、これではね、時間もかなりかかりますよね。なので、新しい刺激、より強いものですね。強いレベルの相手を倒すような刺激。もしくは、ピカチュウだったら、雷の石を使わないと、雷中には進化しないので、雷の石のような、さらに強い刺激。こういうのも必要になってきますよね。大学生の頃の僕は何をやったかなというとですね、自分の目標とする選手のことをですね、徹底的に研究して、その選手は何をや、どういった練習をやってるかなっていうのを丸パクリしました。当時ですね、早稲田大学の江出口正史くん、同じ年ですけども、同じぐらいのね、身長で、100メートル10秒0台で走りましたよね。オリンピックの代表にもなる選手ですけども、彼の動きはですね、ちょっと近しいものを感じたので、それをですね、分析して、あと彼のやっているトレーニングも、自分のトレーニングに取り入れたりもしました。で、結果的にですね、僕400メートルの選手なのに、次の年に、100メートルでインカレに出場して、まあ、見事、江里口くんとは隣のレーンで走ることになるんですけど、まあ、このね、種目の変更っていうのも良かったかなと思います。で、400メートルもずっとね、50秒あたりだったのが、しっかり最後の年は47秒、ベストは出なかったですけど、そこまではしっかりと記録も戻ってきていたので、この取り組みはね、悪くなかったかなと思います。あなたの目標としている選手や、その人のトレーニングとか、練習のコンセプト、そのあたりを真似してもいいんじゃないかなと、まずは思います。あとは、自分がこれと決めたものに徹底的に取り組んでみる。これもすごい大事です。この間紹介したランジウォークありましたね。100メートル10本やりますよって話をしたんですけども、それは大学時代にどうにかね、自分を変化させていこうと思って取り組んだような内容になります。これもね、うまくハマったと思います。僕ね、この話するにあたって、久々に大学時代のですね、練習日誌見てみたんですね。で、あんまり、やっぱり僕の中で黒歴史なので、これ、この5、丸5とか書いてあるんですけど、このあたりって全然見ないんですけど、まあ見てみると、こううまくね、もがききれたかなっていうのがね、わかるので、皆さんもね、練習日誌つけてるならね、過去のもの伸びた時期だけじゃなくて、ね、停滞期のものをね、見てもらえばなと思うんですけど、このランジウォークはですね、その設置局面の強さと、一歩で進む距離をなんとか増やしたいなと、とこで、自分で考えて、練習の後に、しかもこれ夜中までやったんじゃない？ちょっとあまり覚えてないんですけど、頑張っていました。まあそういったね、自分が信じたものをね、取り組めたってこともね、また一つ良かったかなと思います。はい。じゃあ、三つ目ですね。これは距離を置いてみるというものです。これね、なかなかできないです。難しいです。ただ僕も当時、高校の恩師の先生には一度やめてみろと言われました。ただそれはね、できなかったですね。どうしても、調子が悪いとですね、練習量がどんどん増えていくんですね。そうするとさらにさっきも言った通り、感覚のズレの反復なので、これがどんどんドツボにはまっていくわけです。練習量は多いのに間違った感覚で練習してしまっているということで、どんどんはまっていくわけですね。なので、一旦離れてみるっていうのもすごいね、大事かなと。で、離れてみると、やっぱやりたくなるわけですね。スポーツ心理学的には、一度、もう、競技場見るの嫌ってぐらいまでやっちゃいます。で、この状態で、パタッとやめます。そうするとですね、この復帰ですね、やりたくなるっていう気持ちがかなり高くなるみたいですね。なので、それもね、もしあれだったら試してみてください。で、僕の場合ですね、完全にやめはしなかったんですけど、別に集中できること、没頭できることを作ったりもしました。
大学のね、勉強はすごいね、頑張りましたね。あとは、いろんな本読みました。なので、自分のね、競技に距離を置くのも大事ですけども、別に集中できること、没頭できることっていうのをね、作ってみてはいかがでしょうか。はい、じゃあ次は、スランプからの脱出方法3つですね。1つ目は、練習量の見直しです。先ほどもね、言いましたけど、不調だと練習の量ばかり増えます。これはね、気持ち痛いほどわかります。不安な状況なので、どんどんね、増やしていきたくなりますよね。で、これ、感覚がずれている状態での反復なので、逆効果ですよね。自分のずれの原因が明確でない場合、練習量は増やすべきではありません。自分のね、原因が分かって、そこに対してのアプローチを増やしていくならいいんですけども、なぜ自分が不調なのか分かっていない状態で、練習量を増やすのは逆に危険です。長期化の負のスパイラルに自分から足を踏み込んでいることになります。なので、まずは冷静に自分の原因、不調の原因を見極めることも重要なんですけども、うまく休むってことですね。僕の場合だと、まあ小さな怪我、ちょっと走れるかな、走れないかな、まあ走れるんだけど、休んでもいいかなっていう怪我でちょっと休んでみたりとか、あと大学の勉強の合宿でちょっと離れてみたりとか、うまくね、そういう休養期間が挟めたのは良かったかなと思います。はい、二つ目、練習の順番を工夫してみる。これですね、スランプになっているものって、もう自分の走り全体がスランプならちょっと大変かもしれませんけども、ある一つのスキルがスランプ気味という場合ですね。これね、そのスランプになっているものを得意なもので挟んでトレーニングを構成するという方法が効果的です。例えば、100メートルでスピードが乗ってきてからの動きはいいんだけど、このスタート局面がどうもスランプ気味だという場合を考えてみますね。最初に中間疾走のトレーニングを入れます。で、途中にスタートダッシュのトレーニングを入れます。で、またね、まとめとして中間疾走、タイムトライアルでもいいですけども、そのトレーニングを入れます。そうするとね、やっぱ最初と最後が得意なもので挟まれているので、心理的にも余裕が生まれてですね、この間に挟んだ不調のトレーニングが向上するっていうケースが多々あります。導入部分とまとめ部分をプラスでできるっていうのはとっても大事ですね。これがね、モチベーションのキープにつながったりもします。はい。それから三つ目、目標の設定ですね。で、スランプの時にありがちなのは、この目標設定を少し間違えてしまうというところですね。で、ちょうどいいのはですね、現状から 110% の目標。なので、ちょっと頑張れば届きそうなところに設定する。これが一番モチベーションが上がると言われています。目標なので、低いところを設定する人なんかいないと思うんですけども、高すぎる目標ですね。例えば、今、400メートルが53秒です。来年インターハイで入賞したいです。なんで47秒台まで行きたいです。まあ何かね、すごい革新的なものがあれば別ですけど、これちょっと難しいですよね。目標立てろと言われたからインターハイで入賞するって立てなきゃなっていうバイアスももしかしたらあるかもしれません。なので実際立ててみたらそれって本当にできるっていうのもね、しっかりと自問自答してみてください。なので現状の自分をしっかりと把握して、少し頑張れば達成できるような 110% の目標というのをしっかりと持っていると。やはりそこに向かって具体的な方法を考えていくのがモチベーションにつながっていくので、目標設定はしっかりしましょう。はい、以上です。プラトーとね、スランプのところで3つずつ、計6個ね、紹介させてもらいましたけども、どれかね、しっくりくるもの、やってみたいなと、これならできるなと思うものがあれば幸いです。今思うとですね、この大学時代のスランプはですね、経験してよかったなと思ってます。全然ね、後悔もありません。こういった経験から自分でうまくね、立ち直れたからこそ、まあ社会人でね、しっかりと自己ベストも更新できて、全国大会で戦えるようになったので、今ね、ちょっと記録が停滞気味の方、もしくはスランプに陥っている方、というのもですね、なかなかね、言葉を受け取るのってね、すごい難しいと思います。ただこの、プラとスランプ、どちらにせよですね、あなたの変革の時です。これ成長の大チャンスなんですね。なので、一番大事なことは自分から行動ができるかということです。ぜひ頑張ってください。